台風5号の最新情報をお伝えします。まず気象衛星の映像です。台風5号現在中心はフィリピンの北、バシー海峡をゆっくりと西へ進んでいるような状況となっています。現在の台風の雲の塊は、ご覧のようなエリアですね。中心付近の雲の密度少し薄くなってきているようにも見受けられますが、まだ非常に強い勢力を保っています。また台風の東側には大変発達した雨雲、そして少し離れたところにも、ご覧のように活発な積乱雲を伴う雲のエリアが観測されている状況です。午後9時の観測に基づく気象庁の台風予想進路です。21時現在大型で非常に強い勢力を保っています。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルとなっています。台風5号はこれから明日の夜9時にかけて勢力を保ったまま北西方向に進み、台湾の西を北上して28日金曜日には華南から華中へと進みつつ熱帯低気圧に変わる見通しとなっています。先島方面や沖縄本島からしてみますと、台風の中心からの距離が明日は最も近づくといったことが言えてきます。台風の周辺の雨雲、現在の状況はご覧のような形、沖縄と先島の間のあたりにややまとまった対流雲の帯が見られますが、これから明日にかけてはこれらがさらに発達組織化しながら沖縄本島付近、また先島にも断続的に入っていく見通しとなっています。雨雲の帯状の連なりと進行方向がおおむね同じ方向になりますので、同じような場所に断続的に雨雲がかかり続け、状況によっては局地的にバックビルディング現象に伴う停滞、線状降水帯のようなシステムが形成される可能性も懸念されます。激しい雨や非常に激しい雨、落雷、突風と合わせてお気をつけいただきたいと思います。また風の強さに関しましても、現在のところでは先島の一部で平均10メートル程度となっていますが、明日にかけては平均でも15メートル前後の風が吹くところが出てきそうです。こちらは明日の夕方6時頃の予想となりますが、台風の中心に対して東側のエリアで風の強い範囲がまとまっています。今現在は平均で10メートル前後ですが、明日は平均で15メートル程度の風が吹いて、瞬間的には20メートルを超えてくる可能性も予想されています。これに伴いまして波の高さもさらに高まってくる見通しです。現在は先島の一部で4メートルのしけ模様といった状況になっていますが、明日にかけてはさらに5メートルから6メートルの領域が遊戯波行で先島近海に入ることが予想されています。3、4時間に一遍はこの倍程度の高波が押し寄せる可能性もあります。先島を中心に海は大荒れとなりますので、明日にかけても沿岸部などには近づかないようになさってください。引き続き最新の情報はウェザーニュースのアプリからも確認いただけます。予報センターからこの時間は以上です。